えー、ボビーアトレザーのボビーです。ねマイクをもっとセッティングし忘れましたえーとですね今日は、えー、火曜日、ね、火曜日は作品の話ということですね。ということでですねちょっと待ってくださいよ <laughs> 今日すっちゃかめちゃかですね。ということでですね、えー、今日はレザーハンチングね、えー、スネークヘッドですよスネークヘッドだったかな、うん、いう名前にしてね、えー まあ、リリースしてるんですけども、その、レザーハンチングボールのですね、えー、ご紹介をさせていただきたいと思います。えー、この放送はですね、えー、この配信はですね、えー、大阪のボビーアートレザーのアトリエからですね、えー、ライブでお届けしております。といね,、えー、ね、今日もさっきまでね、ちょっとブログを書いたりしてましてね、でですね、えーえー、写真、今日はこれ。 ねえー、スネークヘッド、ねうん。レザーハンチング、ねあのーまあえー。まあオーソドックスな形っちゃ形なんですけども、えー、そのおレザーハンチングですね、えー、お話をさせていただきたいなと思います。現物はですねここにあるんですけども、えー、最初に僕が作ったのは、えー、これですね このホースレーザーですね、えー、馬側でね制、えー、作させてもらいました、まあ、このヘッドのこの形がねなんかこうなんかこうフラットな感じでなんてねオーソックスな形なんですけどもねまあそれをですね、えーまあ、多分世界初でしょう、えー、この オール <laughs> ハンドステッチでね、えー、製作させていただきました。えー、とで、こちらはあディアスキンのあタイプですね。こんな感じです。例、ね、えば、ーまあ、ここにいろいろ、ね、装飾もできるやろうし、まあ、いろんな可能性はあると思うんですけどね。まあ、ちょっとこう,こういう感じでね、<laughs> なんかね。 なんかこうね、スネークヘッドっていう名前の感じがしたんでパッとこう当時、えー、これで命名しましたねでまあこのハンチングもね、えーまあ、誕生したきっかけは、まあ、最初はまあキャスケットとかあいろいろやってましてねあのハットとかねでまあハンティングって作られへんかなって えー、まあ相談もあったりとかしてでいつかなんかしたいなと思う時にまあね型紙の大元みたいなのもやっぱいるなと思ってちょうどその頃ですね、えー、何年前やろうな、えー、っとこのアトリエの同じねこのセカ,セカンドハイツね高岡セカンドハイツそこにですね当時靴職人の松尾君って言いましたね 方があ工房をやっててましてその時にマゾ尾君をですねたどり着てきたあ人たちがね若者たちがいたわけですよわらわらーっとねその松尾君がまあ前はなんか帽子とかそういうようなものをなんか作ったりするようなところにで仕事をしてたらしくですね、うん、でまあそんな話をしててでいろいろお教えを請うやってですね、うん、でまあ あまあそうなんでハンティングがこう、えー、誕,生する誕生するきっかけになったわけですね。うん、でまあいろんなタイプをね作らせてもらいましたねここ同じこのー、ね、カーフレザーで製作したりいうとかですねまあオーダー頂い,いてでまあこの茶色,茶色いのとか、まあ、いろいろね、えー、させてもらいましたけどね、えー、これもですね、えー、こミシン とか糸手縫いの糸が使わずですね全て、えー、ハンドステッチで革紐ね全部革紐ですよこうねで全部まああのとこれまあ,あのディアスキンなんでね鹿革のこの天然のねこれは脂肪があ多いパターン タイプですかね、まあロットにもよるんですけどね革のそのレザーのですね、えー、入ってきた時の仕上げもそれはもうシーズンによって違うんですけどもねまあこれはこんなタイプですねまあこういうふうに、えー、ストックっていうか今あのアトリエにもねこれ M, M サイズかなはございますんでねあのこれすぐの発送させていただきますしねえー、ねまあのウェブショップからでもあの飛べるんでね えー、まあ,詳細とかまたあこういう感じでですね、えー、まあベーシックなというかあボビー・アートレザーの中で、えー、ベーシックとなるようなかぶり物の、ね、えー、3週間にわたってですね3週間4週間にわたってかなあのレギュラーサイズとかあの大きい ねえー、ジョーとかジョニーとかのタイプとかあ,あとね、えー、プライド先週はプライドっていってねあのおドラマーのね、えー、矢野和也さんとのコラボモデルっていうかと、えーまあ、今回、えー、このスネークヘッド、ね、レザーハンティングについてですね、えー、お話しさせていただきました、ね、そんな感じでですね、えーまあ、あのー まあ最初こういろいろ何て言うんですか上を曲折しながらあですけどもねちょっとずついろんなものが完成していくっていうかあそういう感じのプロセスですねそこからまた刷新していったりとかしてね新しいものが生まれたりとかうん基本的にはもうレザーハットがあ主流ですかねうんやっぱ年間考えてもそうですしうんあのこのおねオール ハンドステッチのレザーハットっていうのはあでここから生まれてますし、えー、この大阪のです、ね、このボビー・アトレザーのこの手から、ねえー、皆さんのもとでですね、えー、一つずつ、えー、ハンドメイドでねあの作っておりますんでね、えー、そういう思いみたいなものが、えー、少しずつも、えー、広がっていければなと思いますこの先もずっと、うん、でいろいろなパターンをですね 制作させてていいたただきたいなと思ってますさあ明日はですね、えー、またそのレザーハットのね、えー、ができるまでの道のりということですね、えー、取りなめた映像をもとにですねそれを映像を見ながらあ解説を僕がさせていただくというね制作の話ということでね、えー、まあお付き合いいただければなと思いますはい明日は多分どっからあ パーツををでですすね穴を開けていく作業です、まあ、そういうのもねお見せしたことないんでね実際に、うん、だからあまあこんな感じで、えー、一個ずつ作品ができてるんやろうなということをね、えー、体感していただければなと思いますちょっと待ってください、ね、あどうも <laughs> 徳山さんお疲れ様です、ね、あどこ行ってもかっこいいって言われますありがとうございます、ね、あやっぱり ねえこう褒めてもらえるっていうかねあの褒められ、えー、アイテムっていうのはやっぱりこう気にかけるし僕もなんかこう自分でこう身につけたりもするじゃないですかもちろんね、えー、そういうどこの本とかね、うん、いろいろお話の,あのなんていうんですか取り掛か,かりにもなったりもしますし、えー、まあどっかあお店とか入った時はねあの やっぱりこう店員さんはじっと見ますね <laughs> あのこう遠目からねうんなんかそういうふうに、えー、なんかこうキラッとねその人その一瞬のワンポイントっていうかそれに、えー、なんかねトッピングできてるなと思いますはいありがとうございます、えー、そんな感じでですね、えー、今日はレザーハンティングボーのね、えー、ご紹介をさせていただきました それではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバーイ